前回浮いたラフからどうやって打てばいいのかということについてお話ししたんですけれども、今回は沈んだラフからどうやって打てばいいのかということについてお話をしていきたいと思います。沈んだラフの場合、浮いてるラフに対して難易度がかなり上がってくると思います。なぜなら芝生の中にすっぽりとこうボールが埋まっている状態になるので、そこから出すためにはそもそもパワーが必要、力が必要っていうことももちろんあります。特にこうアマチュアゴルファーの方で、特に多いなって思うのが番手選びの間違いっていうものがかなり多い気がします。時々こう一緒にラウンドしてたりすると、そこからフェアウェイウッド持つんだとか、その深いラフからロングアイアンはさすがに厳しくないかなっていうことも結構見られるんですね。なので自分がそのライ、沈んだラフからどのクラブなら打てるのかっていうことをまず見極める必要があります。じゃあこれどうやって見極めるのっていうことなんですが、正直言うと経験値がかなり大きいと思います。当然僕自身も昔そのゴルフをやり始めて何もわからないときはボサボサのラフからスプーンとかフェアウェイウッド握りしめて、ロングアイアン握りしめて、何度も何度も失敗して、で、ようやく今であれば、あ、このライだったらこのクラブだったら使えそうだなとか、この距離でこのラフだったら、この番手で届かせられそうだなとか、そういったことが分かるようになってきました。なのでこのどのクラブを選べばいいのかっていうことは経験値というものが非常に大きくなります。そしてその経験値をもとに、あ、この距離でこのラフだったら、例えばこのクラブで届きそうだな、であればその番手を使う。例えばロングホールのセカンドショットで、あ、このラフからだとちょっと距離を稼ぐのは難しそうだな、厳しそうだなっていうことであれば、ショートアイアンで一旦脱出するっていう手も一つ方法だと思います。まず素振りをした時に、深いラフの場合だとかなりの抵抗を感じます。で、特に沈んだ場合、その芝生の抵抗によってインパクトでフェースが返されてしまうっていうこともあります。なので打ち方のポイントは大きく分けて2つ。芝生の抵抗に負けない準備をすること、そしてインパクトで芝生の抵抗に負けないようにグリップをしっかりと握ること、この2つです。じゃあどうやってその準備をするのか。アイアンで打つ場合、おすすめなのはフェースを若干開いてあげる。先ほども言ったようにインパクトの瞬間にフェースを返されてしまう、そして左に引っ掛けちゃうっていうこともあるので、深いラフで沈んだ場合は基本的にはフェースはちょっと開いてあげた方がいいです。どのぐらい開くのかというと状況によっても変わるんですが、だいたい12時半ぐらい、そのぐらいの開き具合なので、おのずと飛距離っていうのはその番手に対して落ちてきます。そしてグリップ自体は芝生の抵抗に負けないようにいつもよりしっかりと握りたい。そして打つときにあまり強く打ち込みすぎず、これもボールの下の方にこう刃を滑らすようなイメージで打っていきます。これは芝生の深さによって変わってくるので、一旦ボールのそば近くの同じような似た状況のラフで素振りをして、その状態を確認してから打ってください。フェースは若干開き気味、あまり長く持つと芝生の抵抗に負けてしまう恐れもあるので、僕は少しだけ短く持ちます。そしてグリップはしっかり持ってボールの下の方に刃を滑り込ませるようなイメージで、でこの時に、当然フェースを少し開いている分ボールっていうものは若干右に飛び出しやすくなるので、目標よりも少しだけフェースを開く分だけ少し左を向いて打つようにしてみてください。これからの季節、ラフが長くて結構こうラフに入ってしまうと大変な思いをしてしまうことも多いと思うので、この動画を見て参考にしていただければと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。
できればチャンネル登録やいいねボタン押していただけると助かります。それからコメントなどいただければそのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。